理想に届くまでこんな手伸ばして、一つだけの結末へ、何もかも偶然のチョイス、そしてまた次へのバイス、可能性の限界まで、その行く先を見つめて、 Only one 他にはいらない、 To the one だけ見据え伝え、譲れはしない信念と決意、この胸で決めて、 いつもの修行を終えると、あたりはすっかり暗くなっていた。未知なる力はまだ身につけていない。しかし、最近もそうだ。修行を終えたこの身は、魔力か。あるいはその影響を、確かに修行着に着替える際、もかつ、脳に刺激を与え、ああ、視界がぼやく。魔力魔力ふわふわと、まるで空を飛ぶかのようなその時、ふとまるで宙を泳ぐかのような魔力。僕はおぼつかない足取りで、魔力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 、きっときっと僕は二つの光の、うわ、衝撃が体を貫き、僕の高校最後の夏、影の実力者への道は突然に立たれたかに。クレアはお、これはでも変ね。なるほど。おぎゃー、おお、元気だな。気のせいだったみたいね。何がどうしてこう、何しろ周囲は最後に見た2つの光と、あ、そうそう、さらとりあえず現在の僕は意識がはっきりしたばかりだし、何より言葉もわからないし、意識が覚醒してすぐ僕ふわふわと漂う光、あの修行は僕はこの力さえあれば、もうすでに身体、赤子の有り余る時間を、あ、うんこ、そういえば鳥はうんこ垂れ流しらしいが、しかし修行に明け、おぎゃー、人を呼ぶことができるのだ。多分10年ぐらい経ったと思う。魔力はすごい。人間の限界を、ただしまだ核は、この世界に核はないし、ない、皆無。よって僕の目標は核に、そのために日々研究と修行、ああそうそう、転生した魔剣士と呼ばれる魔力で体、僕はこの家の期待ではなく、才能豊かな姉の影に隠れた、ごくごく平凡の魔剣士。影の実力者は実力を見せ、そんな日々を過ごしている僕であるが、日中は貴族としての勉強やらモブへ、そんなわけで修行は自然と夜遅く、みんなが寝静まった後に行う。当然睡眠時間を削っているわけだが、僕、さて本日も最近近くの、うん、試し切りにちょうどいい野党は見つけたらちょくちょく切っている。そんなわけで廃村に到着。新盗賊とかみんな計画、盗賊のものは僕のもの。僕はテンションマックスで、ほらそこ、無駄口叩かない。ひゃっはー、
景気がいいね、盗賊さん。なめんじゃねえぞ。ほらそこ、無駄口叩かない。レッツ。そこだ。まだまだこれからだ、スライムス。久しぶりに本気を出したな。うん、殺傷能力も十分。10秒経たなかったね。この世界には魔力がある。その魔力を、例えば普通の鉄の剣に魔力を100流しても、魔力を流しやすい水。そこで僕はスライ、そこで調べたところ、スライムソード、調子に乗って切りまくっていた。あれ、あと1人しかいなく、仕方ない。あと頑張れば2分ぐらい長生きで。なめてんじゃねえぞこのガキ。どうだ、なん、な、なに。2分持たなかったね。鎧と違ってか、うん、スライムボディ。正体のみんな、片身は僕が有効活用するから安心してほしい。美術品はさばけないからな。僕はまずまずの戦、これが全てか。もっと治安が悪く、ゲームみたいに、お金に、ん、奴隷かな。さばけ、これは予想外。死体じゃないな。ってことは聞いたことがある。はじめは普通の人間として生まれ、放っておけばすぐに死ぬが悪魔の浄化。病人、まさに中世って感じでテンション上がる。当然僕には裁け、さて楽にしてあ、このかつて僕も魔力暴、そして、ま、魔力暴走によって、だが意図的にもし仮にこの肉体が、僕はリスクなく使えるな自分の。それからはああでもないこうでもないと実験に、魔力の真髄に近づき、おのれ、のろ、君たち英雄。僕ぐらいになると、この驚くのも無理はない。だが経典にある3人の英雄が魔人ディアボロスを倒し、あれは魔人は死の間際呪いをかけた。だが何者かが歴史をその黒幕の正体、そうだな、まだ口にすることはできない。かなわないわ、一体な、え、奴らは表舞台には決して、そう、我が名はシャドウ。影、困難な道のりになるだろう。英雄の子よ。病、いえ、醜く腐り落ちるしかなかった私だから、あなたがそれ、まあ全部出まか、おっしゃ、このエルフちょろいわ。ディアボロス教団なんて当然だから、適当にその辺の盗賊とかにディアボロス教団の疑いをかく。この世界は崩壊の危機にとか、あー夢が広がりんぐ。敵はおそらく強大な権力者とかだ。でも立ちふさがる者に容赦はできない。そうそう、そんな感じ。他の英雄の子孫を探し出して、え、ああ、組織の、うん、じゃあそう、僕らの組織はシャドウが、背中は任せて、あなたは前だけ見ていればいいわ。アルファよ、気づいたか。え、外に奴らがいる。奴らって本体だろう。気をつけろ。まさか。奴らは盗賊に扮した。そういうこと。そうそう、そんな感じ。盗賊は全てディアボロス。これが本体ということは問題ない。奴らは、なるほど、奇襲を仕掛けるの。入り口から死角になっていて、あ、うん、この子やけに起点が。
あれがディアボロス教団。どこからどう見てもただの盗賊なの。うむ。さあ、その身に刻みましょう。悪魔月による復讐。ほらそこ、無駄口叩かぬ。ディアボロス教団。おディアボ、お前たちもすふざけるな。きレッスン2。その減らず口を今すぐ黙らせてやる。皆殺しにするのは簡単だけど。うわー、やられたえ、かかったね。シャドウガーデンの前に立ちはだかる敵は全て排除するって決めてるの。ディアボロス教団ね。またそれか。わっ、そこだ。恥ずかしいところに血が止まったかと思ったわ。なんだこいつは。アルファのおかげで魔力。こんなもの。レッスン道半ばだな。まだ折れるわけにはいかないの。まだ本当からだからね。久しぶりに本気を出したな。彼女もうすでにスライムスーツ。特別喜ぶことじゃない。当然の成果だもん。シャドウ。主様、何でもベータにお言いつけくださいね。ほらそこ、無駄口叩かぬ。こんなもの。レッスン2。あら、無謀な。さっさとくたばれ。お任せあれ。アルファ様、ここは任せてください。早速だけど。もちろんです。ここは闇雲に攻めるよりもまずは守りを固めるのが先です。まだこれからだ。行くわよ。あの銀髪。アルファとベータ、虫が止まったかと思ったが、久しぶりに本気を出すかな。
見てくださいましたか？これがベータの実力です。いいじゃない、